ぬえてての仮面ライダー紹介。どうも、ぬえててです。どうも、マリサだぜ。早速フォーム解説編移りましょう。今回はどんなフォームかな？今回紹介するのはタカとガトリングのフルボトルで変身する、天空の暴れん坊、ホークガトリング。羽が生えてるんだぜ。さて、細部を見ていきましょう。左側はタカハーフボディ、イメージカラーは橙。複眼のレフトアイホークはタカの全身を模しており、翼がアンテナ風になっています。タカの目のごとき高度な視覚を誇るほか、センサーによって飛行中の高度や天気を予測、観測して変身者に伝える機能を備えています。お出かけ前に変身すれば天気予報見なくてもへっちゃらだぜ。背中にはソレスタルウィングという翼を持ち、内蔵エアブースターによって空を自在に飛ぶことができます。また、大きく展開することでシールドとしても扱えますね。刹那、トランザムは使うなよ。そっちはソレスタルビーイング。高圧エアによる補助のおかげでスピード戦法が得意なボディとなっており、渦巻いた空気のシールドを応用しての体当たりもできます。色に似合わず風属性なんだな。あとは、脚部のフライハイレッグのつま先からは鋭い爪を繰り出して敵を切り裂くことができます。まさにタカって感じだぜ。右側はガトリングハーフボディ、イメージカラーはノウハイ。複眼のレフトアイガトリングは2つのガトリング砲を模しており、その1つがアンテナ風になっています。ボトムズで見たことあるんだぜ。スコープドッグじゃありませんよ。この部分では射撃武器の照準センサーとリンクさせて命中率を上げるほか、マズルフラッシュで目くらましをする能力や、相手にストレスを与えるような銃撃音を音響兵器として扱う機能が搭載されていて、聴覚センサーを破壊する能力もありますね。やたら多機能だぜ。胸部のアームドチェストアーマーは弾丸が並んで団体になっていて、この部分で敵の防御特性に応じた特殊弾を作り出して武器に装填することが可能です。常に弱点特攻の攻撃ができるんだぜ。また、グローブ表面やつま先部分は特殊火薬で覆われていて、殴ったり蹴ったりすることで対象を爆破することもできます。飛び道具が奪われても戦うことができるのは優秀だぜ。またこのフォームは専用武器、ホークガトリンガー、を装備しています。あ、飛び道具って前紹介したドリルクラッシャーじゃないんだな。ドリルクラッシャーも使えますが、基本的にホークガトリンガーを使っていますね。ちなみにドリルクラッシャーもホークガトリンガーも、気流戦とが自分で発明して制作しました。さすが天才物理学者だぜ。このホークガトリンガー、ガトリング砲なのに敵を最大100体までロックオンすることができます。え？あと、リボルマガジンと呼ばれる手動リロードユニットを回すことで最大100発の弾丸を装填し、撃つことが可能です。弾数はいいけどロックオンできちゃうガトリング砲ってすごいな。まあロックオンって言ってもある程度自動で補正かけてくれるだけで、真後ろに銃口向けたりしてたらさすがに当たらないとは思いますね。さすがにね。このホークガトリンガーを用いた必殺技が、相手を球場の特殊フィールドに閉じ込めて、100発銃弾を叩き込むボルテックブレイク。フィールドに閉じ込めることで周りに被害を出さないようにできるし、あと CG がかっこいいんですよね。頭いいキックもそうだけど、数式とかグラフとか出すの好きだよね。さて今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。皆様のご声援が励みになります。それではまた次回。